どうも、サラマッチョです。チャンネル登録者数3万人。ありがとうございます。これもね、私の日々のコツコツした努力、企画力、発想力、提案力、その辺の結果かなと思って、これもね、やっぱりその、見ていただいている皆様のおかげです。私、本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。で、今日は3万人突破ということで、非常にまだ突破してない ?2 万9000人ぐらい。ちょっとスタッフ、言ってたじゃん、さっき3万人行ってましたよって。スタッフその辺ちょっとサービスしてもらえないかな、もう。すいません、ちょっとスタッフの手違いがありまして、まだ3万人行ってないっていうことなんですけども、3万人行ったという体で進めていきます。今日はね、3万人を突破してとてもめでたいので、今まで溜まっているスパムコメント、こちらを紹介していきます。それでは行きましょう。まずスパムコメントっていうのは何かと言いますと、YouTube 側がこのコメントは適切ではないと判断をして、皆様がせっかくコメントを書き込んでいただいたのに周りに公開されない、そういうコメントになります。でどんなコメントが、スパムコメントになるのかっていうのをちょっと発表していきますね。これちょっと前にもやったんですけども、今回もなかなか面白いのがありますので発表していきます。まずベーシックなものとしては URL が入っているものですね。どっか他のとこに、リンクで飛ばそうとするようなもの、これはもうほぼスパムになります。なので皆さん何かあっても URL とかは入れないようにしてください。コメント公開されないので。で次にですね、これもよくありますね。同じ文字が続いたり、空白がすごくダーッと続いてたり、そういうコメントですね。で同じ文字が続くっていうのは、どういうものかと言いますと、例えばね、ダブダブダブ、わかる。でこれもね、スパムになってるんですよ。よく見かけるんですけども、このダブダブダブっていうのはね、ただね、これもスパムになるときとならないときがあるみたいです。なので皆さん、ダブダブダブ、今打ってみてください。はい。で、ここからですね、なぜスパムになったんだっていうコメントを発表しますね。これ、私がバーベルカールをしてるときの動画のコメントで、ストレートバーでカールすると手首痛くなる。汗。どこがダメなんだ、一体 YouTube 側は何を根拠にこれをダメにしたのか。カールですかね。カールが多分嫌いなんですね、 YouTube はね、うん、カールだな。次、応援するぞ、これダメみたいですね。応援するぞって普通になんかコメントに残しそうなんですけども、これもなぜかスパムになってますね。応援しちゃダメなんですね。皆さん応援しないでください。はい。で次ね、これ真面目なコメントなんですよ。私がプルオーバーをしてる時の動画で、プレス、フライ、プルオーバーの順は、肘は軽く曲げる程度、胸の真上まで上げて、ベンチに垂直ではなく他の種目と同様寝転がってやります。セット後半になると背中や三頭にも効いてしまうので難易度は高いなと思います。これスパムなんですけど、これどうした、何がダメなんだ。プレス、フライ、プルオーバー、プルオーバーですかね。 YouTube はプルオーバーを推奨してないみたいですね。うん、プルオーバー嫌いなのかな、うん。あら、こんなコメントありますよ。読みますね。肝、くたばれゴミ、
キモいって言った方がキモいんです。それくたばれって言った方がくたばるんですとはね、こういうね、その人をこうけなすような言葉はね、これね、これをスパムにするっていう機能は私も素晴らしいと思う。で、何が素晴らしいかというと、こういうコメントを見て、まあもちろん書かれた方はいい気はしないというのはあるんですけども、これ周りで皆さん、ご覧になってる皆さんですね、こういうコメント見たらやっぱりいい気分ではないですよね。で、そういうコメントをスパムに認定してくれるっていうのはもうこれすごくありがたい。で、何が一番素晴らしいかというと、これね、このコメントを書いてる本人を守ってるんですよ。コメントがもし公開されてコメント欄に出てきちゃうと、そこでその本人に対してまた攻撃するようなコメントがどんどんいっちゃうんですよね。なので、誰よりもこの書き込んだ、心の病んだ本人を助けてあげる素晴らしいシステム、万歳 YouTube。 はい、というわけでね、まあ、こういうコメントスパムになりますよっていうのを公開したんですけども、皆さんね、ぜひ気をつけてください。 URL とかは入れちゃダメです。あと同じ文字ダブダブダブとか空白とか、そういうのを連発させてはダメです。で、あと他の人を差別するような言葉、これもダメです。で、あとですね、多分ね、性的な言葉、いやらしい言葉っていうんですかね、そのいやらしい言葉っていうのもおそらくスパム扱いされると思われますね。うん、まあそれぐらいじゃないですかね。たまに、ほんとたまになんですけども、先ほど発表したように普通のコメントでもなぜかスパムになってしまうというのはあるみたいです。で、まあ、私いつも言ってますけども、私のチャンネルはコメントはもう全て公開していて、こうやって自動的にスパム扱いになるようなコメント以外っていうのは手を加えてません。私の方で消したりっていうことはしてないので、もしね、自分のコメント表示されないじゃんって思った方ね、いらっしゃいましたらね、あなたのコメント YouTube にスパム扱いされてますということでね、3万人突破、本当にね、ありがたいんですけども、今後もこの自宅でのんびりとチャンネルの更新してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは本日もありがとうございました。もうエッチな言葉は書かないで。スパムになるからエッチな言葉は書かないで。